柔道しかしてきてない人生だったんで、絶対勝たないといけない相手 100% で挑めるように仕上げていこうかなと思ってます。66キロ級金メダル、阿部一二三選手です。やりました。ありがとうございます。率直に今どんなお気持ちですか？いや、すごい嬉しい気持ちで、でも本当にまだ1回勝っただけで、今からがスタートだと思うので、もう一度も負けずに勝ち上がっていきたいというか、勝ち続けたいと思います。Hifumi! Equality for Japan! This year, you are!